皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、私の部屋にゴキブリが出てから、まあ、3ヶ月ぐらい経ちました。私は怖くてエアコンを一切つけてませんでしたが、そろそろ暑くなってきてエアコンをつける時期になってしまいました。そう、なんかね、エアコン暑いからつけなって言ったら、ゴキブリが怖くてつけられないってすごいずっと言っててね。私そんな演技派じゃないし。いや、そんな感じだってね、リミ。そう。ほら、もうちょっと持ってます。まあ、ゴキブリが出たんだけど、でもそのゴキブリがどこから入ったかがわからなくて、で、もうワンチャン、その何、エアコンの、そのね、外、室外機に出てる、あの管、管、から入ったのかなっていう。ね、こう入ったのかなって。そう。それをね、推測してたら、もう私エアコンつけれないってなっちゃって、で、今に至るんだよね。そうなの。ずっとつけてなくて。そう。で、なんかもう暑くて、夜とかも、布団こう、かぶってこう寝てると、けど、つけたらつけたで、私足元なんですね。そう。だから足元にゴキブリがいたら嫌だな、起きたらと。そりゃ嫌だよね。ちょっとつけれなくて。はい。それで、今日、の管になんか、あるんですよ、専用の部品が。そう。なんかゴキブリじゃないや、虫が。多分出てると思います。こういう部品がね、多分売られて、まあみんなももうやってんのかな、うちやってなかったからね。やってなかったんだよね。うん。それでなんか部品があって、それを今日つけました。なので、エアコンつけたいと思います。リミちゃんと一緒につけたんだよね。ママとリミで家に4台全部であるんだけど、全部のエアコンのあのところにつけました。おいで、ゴキブリ出たらリミ置いていくからね。え、これでゴキブリ出たらってどういうこと？あ、今エアコンつけてゴキブリ出たら大丈夫だよ。でとりあえずでも今日ほらつけたから、もうあとは動かすしかない。だってもうこのまま夏に突入だから、夏エアコンなし死んじゃうよ。もう今日もすでに暑いもんね。この部屋いると汗かいちゃう。ムシムシするよね。でこの部屋ね、窓開けても全然風が通んなくて。つけよう。みんなでいれば怖くないよ。ちょっとの間ちょっと見てようよ。つけました。つけた。リミがやった。逃げた。待って、どうする、これ。どうしたらいいの。逃げてくれ。え、大丈夫じゃない。ほら、え、どれぐらいの間見てればわかるんだろうね。ね、リミいいよ、バイバイ。でもお風呂入んなきゃいけない。じゃあお風呂入った先にね。やだ、怖い。何が怖いの。ゴキだから出てない。ゴキいないから大丈夫だって。もし出てきたらどうするの。出てきたらゴキブリ退治。出てきたら閉めるよ、ここ。分かったよ。出てこない。なんか一瞬変なの見えた気がする。うそ。そういうこと言うの。え、見えないよね、変なの。見えてないよ、だってママずっと画面見てるもん。怪しくない。ちょっと手ぶれがすごいけどすいません、ママが手に持ってんで。どうやって出てくるの。え、あそこから出てくるしかなくない。ねえ、二人して何やってんの。いや、縦にしようかなとか思ってて。二人とも何怖がってんの。大丈夫だよ。いや、けど聞いて、私ゴキブリホイホイ、あの事件から、部屋に3つ置いてるんだよね。あ、そうだよね。そう、本当は部屋に1個とか、うん、なんだけど、うん、使用のなんていうの、裏の表を見たら、3つ置いてんの。そう、だから大丈夫じゃない。何置いてんの。テレビの下とソファーの下と、あとウォークインの中に1個。え、そうだっけ。そう、そっか。絶対かかんない。そう。でもお風呂入ってきていいよ。入ってきな。なんで無理なの。え、見届けるの。あと何分見るの。もう大丈夫じゃない、さすがにこの時間。いや、まだ出る。まだ。まだ出るって、まだ出てないんだけど。もう大丈夫じゃない。
ドア閉まってるね、私。ドア閉まってる。ドア閉まって、開けてないでしょ、だって。うん、見てきていい？うん。大丈夫だよ。あ、閉まってる。閉まってる？あ、でもほら、見る限り全然びくともしないよ、ほら。影形ないじゃん。ちょっと大きくしない。大きすぎだよ。え、動いてない。え、大丈夫じゃない？ねえ。で、ちょっと様子見る？はい、ということで、あれから1時間ぐらいね、経ちました。その間ちょっと撮影とかしてて、あの、テスト期間中なんですよ、今。1週間前。で、めっちゃペラペラ、あ、1個前の動画ぐらい、2個前かもしれないけど、見ればわかると思うんですけど、めっちゃペラ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 喋ってて、ごめんなさい、ついに。なんか疲れちゃったみたいで、急におとなしくなりました。本当に。体力のさ、うん、使い方が私なってない。確かにね、うん、だから私朝すごい元気だな。朝すごい元気だよね。朝ね、朝からめっちゃ飛ばしてるなって感じだよね。だから私だから朝からすごいうるさいタイプの人なんだけど、夕方になると暗くなるってさ、みんな夕方に明るくなるじゃん。そうね。え、そうなの？でも夕方は結構みんな疲れてんじゃないの？なんか夕方に飛ばしてるの？今は知らない。まあ、いや、とりあえず、あと、この動画、あの、エアコンからゴキブリが出てないというね。多分出てないです。そう、あの、1時間喋ってたんですけど。はい。気配ないので、多分大丈夫だよね。見渡して。はい。はい、ゴキブリホイホイもなんか置いてる。そうね。バッチリですね。はい。ということで、今日から安心して。眠れます。はい。エアコンもつけられます。はい。はい。よかったよかった。レジです。これからもいっぱいつけたいと思います。小学生。あ、小学生の作文大好きで、うん、かわいいやん。ひらがなでさ、うん、また私は、はい、じゃあこれで終わりたいと思います。また見てね、バイバイ。ほっとくぞ、私ずっと喋ってるからね。バイバイ。